皆さんこんにちは。ミュージカルホイッスルダウンザウィンドに出演しますキャンディー役の鈴木恵美子です。平間宗一さんと東圭介さんがダブルキャストで演じられるエイモスという少年のガールフレンドで、自分の住む町に退屈している感情的で行動力もあるちょっぴりやんちゃな女の子といった役柄です。アンドリュー・ロードウェーバーの作品ということで興奮しています。彼の作り出すキャラクターやシーンを最大限に引き出す多様な旋律の中で、自分が歌い演じるということへのワクワク感が本当に止まりません。私が演じるキャンディーは意志が強いように見えて、実は内面の弱さもある、私と少し似たところがある女の子だなと思っています。キャンディー役には強い声で歌う役者が求められたということで、私にお声掛けをいただいたのだと思っています。そのご期待にお応えできるようにしっかりと準備をして稽古に挑み、本番を迎えたいと思います。必ずご満足いただけるよう一生懸命に取り組んでまいります。ミュージカルホイッスルダウンザウィンド、どうぞお楽しみに。ご期待ください。劇場でお待ちしてます。